はい、じゃあよろしくお願いします。はじめまして、留学アドバイザーをしています小林と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ですね、こういった形で人の前で話すのは初めてで、今もうガクガクの状態なんですけど、まあ僕が伝えられることは本当に世界をいろいろ見てきたので、まだ見ぬ世界を見たら人がどうなるのかっていう部分についてちょっとお話させてもらいたいなと思います。で僕がですね、初めて、海外に行ったのが、小学校4、5年生の時の中国と香港に行ったんですけど、その時はまだ、今ほどですね格安航空券とかっていうのがなくて、行くならパッケージツアーという JTB のようなツアーに参加していく形だったんですけど、で僕もそれで、中国に行きまして、でいろいろ中国を回っていくんですけど、まあ、初めての海外ということで、あと飛行機乗るのも初めてで、本当にワクワク行ったんですよ。でも向こうに着いてですね、もうすぐそのワクワクがもうびっくりと衝撃の連続に変わったんですね。で、どんなことがあったかというと、一つトイレとってもですね、中国の場合はバスで、まちまちをこう移動していくんですよ。で、途中サービスエリアのところみたいなところに泊まって、トイレをするんですけど、まあ、日本のようにお店があるようなサービスエリアではなくて、大草原の中にブロック塀を積み上げてあるだけで男女って書いてあるような気持ちよさそう。気持ちよさそう。で、まあ、一応男女分かれてて入るんですけど、男子の場合は立ってするところはもうただ普通に壁があるだけで、台をするところっていうんですか、それはこう穴がですね4つぐらい開いてるんですよ。で敷居がないんですよ。なのでみんな一緒にしましょうみたいな丸見えですね。丸見えですね。あの状態のトイレで小学校の僕としては恥ずかしくてできませんでした。で、まあ、そういった経験とか、あとこう食事にしてもですね、こうヘビをこう食べたりとかですね、僕も初めてヘビ食べたのが中国だったんですけど、それ以上にもっと驚いたのが、犬を食べるんですね。食いたい犬をですね、で犬はですね、生きたままで売ってるんですよ。生きたまま、はい、でこう広場の市場があって、市場の横に大きい広場みたいなのがあって、そこに犬が20匹ぐらいいるんですよ。で買う人、いやもうでっけっでかめの犬で、飼い主が来てこの犬っていうんです。ただこの園の中の特に細いこうスロープがあって、もう柵をこうやって開けるとこの1匹がこうやって走っていくんですよ、うん、そうするとこの棍棒を持った、うっそ、それ見たの、それを僕はおじさんと言ったんですけど、おじさんがそれを見ないのがいいってこうやって目を細いわけですよ。でも、っていうその声を今でも忘れられないぐらい で後々聞いたら、やっぱりその犬は締めてというか死んでからですね、すぐ肉が硬くなってしまうので、食べる直前まで生かしておいて、で買ってこうして食べてすぐ食べるっていうような感覚を、まずもうびっくりのスタートだったんですね。でそんな中こういろいろ点々とバスで移動していくんですけど、バスで観光地を降りるたびにですね、子供たちが、僕小学生の僕よりもちょっと小さいぐらいの子供たちが物を売りに来るんですよ、ね、自分で作った竹の細工とか布で作ったものとか、なんか石に描いたものとかっていうのを、売ってくるんですけど、でそれを1000円って知ってんだ。でその日本語を知ってるのは1000円しか知らないんですよ。こんにちはとも何も知らない、1000円って売ってくるんですね。で僕は初めのうちには申し訳ないですけどかわいそうだなって思って買ってたんですよ。でも行くとこ行くところきりなくそれが続くので、あこれはもうきりがないなって思って買うのをやめたんですよ。でも、まあ、自分の心の中にどうしてこういうことしてるんだろうって疑問が湧いたので、添乗員さんに聞いてもらったんですよ。そしたら生きるためにやってるって、小学校の自分で生きるためって考えたことがなくて、生きるためって何なんだろう思ったんですよね。で、じゃあ今日これ売れたらこれでいいのってまた聞いてもらったら、明日を生きるために売るって言うんですよ。で、なんかそういうの聞いて、生きるってなんだろうって、で自分になんかできないのか、なんかそれを状況なんかできないのかなって漠然と思って、って思いながらこう中国の旅行を終えたんですね。で、帰ってきて、で自分の小学校の友達に中国語だったんだよって話したら、
サッカーやろうぜみたいな。これだけみたいな感じになって、あ、やっぱり本物見ないと伝わらないんだなって思ったんですよ。じゃあどうしたらその友達にそういう現状っていうかいろんなもの見せられるのかなと思った時に、そのツアーについてくれてた添乗員さんが非常にかっこいい方だったんですよ。かっこいい、そのキムさんみたいにかっこいいっていうことではなくて、あの容姿は正直覚えてないんですけど、あのお客様との距離感とかですね、あのそのトラブルに対する対処とか、あの行動が全てですね、僕にはもうすごいかっこいいこの人って思うような対応 で、その頃の中国はあのバスも時間通り動かないとか、食事も決まったものが出てこないとかで、帰りの飛行機も結局その日飛ばないで翌日飛びますとかってことが当たり前にある時代だったので、お客さんはやっぱりほとんど大人の方だったので、次の仕事があるよって、困るよとかってちょっと揉めてたんですよ。でも成田に着いた時に、その添乗員さんがいろんなこう対応、いい対応をしていたので、最終的にありがとうありがとうって言われて、なんか大人同士が抱き合ってて、何なんだこの光景はみたいな。でその時僕が感じたのは、あ、これだって思ったんですよ。で添乗員として自分で海外も行けて、でその自分の日本の人もにこういうものを見せられて、お客さんから直接ありがとうって言われて、で自分も成長できる、ああもう添乗員になろうってその時に思ったんです。で僕は今あのそれから、まあ、学生時代を経て添乗員になって、旅行会社に入って、こう留学会社に入って、今独立して9年目の留学会社っていうのをやってるんですけど、まあ、そういった形で僕はその旅行関係にずっと、今15年ぐらいですかね、いるんですけど、でやっぱり、旅で得たものっていうのが非常に大きくて、ちょっとまあ時間足りるか分かんないですけど、初めての一人旅、いろいろ旅行行ったんですけど、家族と行ってたり誰かと行ったりしたので、本当の旅っていうのは知らなかったんです。なので初めての旅しようと思った時に、よく旅って言ったらインドだみたいな、あれ旅来るインドみたいな感覚があるので、それも僕乗っかっちゃって、インドに行ったんですね。で、まあ、インドも本当に、まあ、トラブル続きというか、夜中の1時に、夜デリーという空港に着いて、真っ暗の中、インドはその頃32、3度、夜中でも32、3度ぐらいあって、排気ガスがすごいので、もう霧かと思うぐらいの状況で、行ったんですね。でホテルも取っていかなかったの で、まず中心地の、グランドバザールというところに、こうタクシーのような、もっとボロッチーですね、三輪車というので行って、でそこで降ろされたんですけど、本当に真っ暗で明かりが全然ないんですよ。で明かりを探して歩いていくんですけど、そこの道も全く舗装されていなくて、もう凸凹の道とゴミと牛と人なんですよ。で人も生きているのか死んでるのかわからないみたいな、あの状態のところを歩いていって、ようやくホテルに見つけて泊まるんですけど、ちょうどまあ日本円だと200、300円ぐらいのホテルに泊まって、まあ、やっぱり300円なので、ドアもほとんど鍵ない、ウエスタンみたいなドアのところで、寝るところもこう地面と段があって、こっち寝るところ